ポーランド民主化運動は、ポーランドの政治改革運動。最終的に従来のポーランド、統一労働者党による政権はゲアし、レフ・バーウェンサ率いる独立自主管理労働組合、連帯が政権を握った。通常、ポーランドや欧米ではこの民主化機関を、第三共和制と呼ぶ。これは、1989年以降、 特に1989年から1991年にかけて行われた民主化による民主政権を指す。ポーランドはロシアと領土をめぐり、中世から幾度となくポーランドロシア戦争が続いていた。第二次世界大戦後、共産主義のソビエト連邦によりポーランドはナチスドイツの占領から解放され、ソ連の重要な東側諸国となった。 ポーランド人共産主義者により国は統制された。共産主義時代のポーランド人民共和国は慢性的に経済状況が悪化していた。西側諸国から膨大な借款を受け続け、インフレーション、食料配給制と食料、物資、経済の欠乏、ストライキ、暴動、暴動鎮圧を繰り返していた。1985年9月、 トルン大学の天文学者らが自作の放送機材を、用い、トルンの、国営テレビ放送を電波ジャックし、値上げ、嘘、弾圧は、もうたくさんだ。トルン、連帯、今ふプライスインクリーシーズ。ライズ、アンドリプレッションズ、ソリダリティトルンと、選挙のボイコットは、我々の義務であるという二つの字幕と、独立自主管理労働組合。 連帯のロゴを国営放送の内容に被さるように表示させた。4人は当局に発見され、無免許の無線送信機の所持と公衆の不安を煽る行為を罪状として拘束された。しかし当局は、西側諸国からの批判をかわすためでそれぞれに100ドル相当の罰金と執行猶予付きの判決を下すに止まった。しかし、 ポーランドの一般的な月収が20ドルに満たない時代であった当時としては、この判決でも大変な重刑であり、民衆の不満は高まった。1987年、政府は経済政策の改善に失敗。急激なインフレにより、価格が40%も値上がり、直ちに全国で暴動と長期的なストライキが起こる。政府により、 暴力的な暴動鎮圧と軍の介入がなされた。1989年、円卓会議により、ストライキは終了する。東欧革命とともに、ポーランドの共産主義体制は終了した。1999年、NATO に加盟。2004年、EU に加盟。キリスト教や宗教は、共産主義政権により弾圧されていた。ポーランド人。 ヨハネ・パウロ二2世は、1979年6月に、ポーランドを訪問、国民を勇気づけた。1980年から、レフ・バーウェンサ率いる独立自主管理労働組合、連帯が活動を、活発化、政府は1981年に連帯を非合法化。1983年、戒厳令が解除されるまでにも、非合法ながら、連帯は、 活動を続けた。依然として国内改革と民主化を要求し、ポーランド統一労働者党による政権を揺るがし続けた。ボイチェフ・ヤルゼルスキ政権は連帯の非合法化と改憲令を敷いた。その後は恩恵主義の立場で事態の打開を模索した。ポーランドでの民主化を模索する動きは1970年代末、ポーランド系ユダヤ人活動家は、 反共主義グループ EN ワーカーズディフェンスコミッティを組織した。1981年、非合法化された連帯を合法化。1989年の2月からは、ポーランド統一労働者党政権と連帯や他の民主化勢力とのが行われた。両者間で自由選挙の実施をすることで合意がなされた。東欧では戦闘を切って、 自由選挙が実施され、バウエンサ率いる連帯が圧勝。新政権として民主化を求める、非労働党勢力が主導権を握りつつも、労働党勢力を政権に取り入れる連立政権が発足し、ヤルゼルスキーが暫定的な大統領に就任。首相以下閣僚に連帯などの、非労働党勢力出身の人物を任命して、新政ポーランドがスタートした。 新政権は、ポーランド統一労働者党の共産主義や、スターリン主義に基づいた憲法の改正、国名改正で、ポーランド共和国となる。国民の直接選挙による、大統領選挙の導入を決定。1990年、国民投票の結果、大統領を直接選挙によってではなく総選挙後の国会で決めることになる。大統領選挙により、 連帯のバウエンさが当選。ありがとうございます。